美濃斎藤家マムシ斎藤道さんを当主として着々と半島を広げるその家に一人の青年が仕えている。青年の名は明智十兵衛光秀。彼は道さんのもと美濃の安寧を保つため力を磨き続けていた。天文18年斎藤家は南に隣接する尾張の織田家から突如侵攻を受ける。若き当主信長率いる織田勢の激しい攻め手に抗するべく道さんは光秀ら家臣に出陣を下知した。光秀編第一章砲丸美濃防衛戦。織田の手勢が間近に迫ってきたか。急ぎ打ち払わねば。宇助殿の攻め筋いかほどか。お手並み拝見といこう。みんなまずはあの砦を奪い返そう。稲葉山城僕たちの手で守るんだ。安兵衛はこたびの戦の要で父さん様同様倒されるわけにはいかない。うむ、頂上頂上、引き続き猛攻を浴びせてやれ。目障りな織田は残らず穿ち抜かん。これ織田の増兵どもめが実に物を言わせおってからに。味方が危機に瀕しているようだ。助立ちに行こう。砦の諸君はこの本田平八に任せとけ。ほら攻めろ攻めろ。刹那で終わる。織田の攻め手が緩まないと思えばあの砦から増援を呼び込んでいたのか。へえ、真正面から俺たちとやり合う気かよ。いい度胸だな。受けて立つぜ。みんな進め。美濃に武名を轟かせるのだ。さてどう出るマムシよ。どうやら敵方にも腕が立つ者がいるようだ。脅威か否か俺自身で見極めるとするか。織田信長、うつけと評されし男にそれほどまで深く攻め入られようとは。鬼才の割にはやりよる。だがこの城ただのうつけには落とせぬぞ。おお、援軍感謝いたす。共に織田を打ち払おうぞ。前線が突き崩した。今より反撃に転じる。斎藤の攻勢が強まったらと。穏やかでいられないな。進行予想以上に早い。私が本陣を守護いたします。開門。本陣までの道立ち塞がる将は残らず払うのみ。刹那で終わる。わしと手合わせをしようもか。信長殿の兄上の邪魔はさせません。聞いてください。お前は信長の弟か。信長と比べ随分年若いようだ。違います。弟だなとおこがましい。私は三河の徳川家康。いざお覚悟。本陣への道が開けたようだ。
これで総大将の間近に迫るよ。斎藤の奴ら攻めに転したか。なら俺はその間に緩んだ守備を突き崩すとするかね。開門。やつら手薄な用地から攻め入るはるか。至急食い止めねば。斎藤ごときにやられる我らではない。来い、返り討ちにしてくれる。開門。見せてやる。さて俺も出るか。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。斎藤義達、本気で突貫とは舐めおって。返り討ちにしてくれるわ。ああ義達様、六段行動は控えてってあれだけ言ったのに。早く援護しないと。この一帯の脅威は払えたようだ。よし、弓兵のみんな、用意はいい？崖下の敵を穴だらけにするよ。刹那で終わる。行くせる。会いたかったぜ、本大将。その首、鬼柴田がもらい受ける。織田の侵入、ここまで許そうとは。だが、このマムシの頭、そう安くは落とせぬぞ。よし、敵を引きつけた。あとは時を稼げば。これでいいんですよね、兄上。本陣に信長がいない。奴は一体どこに。信行、敵の誘引極王。この隙に俺が敵陣を切り崩す。見せてやる。本陣がおとりだったのか。その大胆さと度胸、敵ながら恐れいる。邪魔だって。ああ、今日が覚めたぞ。刹那で終わる。かなう相手ではなかったか。ファイト。出過ぎては危のうござるぞ。本陣は制した。信長を倒さねばこの戦は終わらないだろうな。さて次は崖下に控える斎藤の将来を片付けるとするか。で終わる。斎藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。奴の力、他の将来とは比較にならない。刹那で終わる。ならば俺も死力を尽くし相対せねば。刹那で終わる。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするが。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。切り伏せた。叶う相手ではなかったか。織
お見事にござった。フルはなんだか許せる。手の全てで、この信長に土をつけるか。面白い男だ、明智光秀。いずれまた会うこともあろう。待て、取り逃がしたか、織田信長。そこ知れない男だ。今回の苦戦は僕の力不足によるものです。申し訳ありませんでした。そういうな、半兵。お前の策に穴はなかった。とがならば織田の勢いをしのぎきれなかった俺にもある。へっ、揃いも揃っておじけづきやがって。うつけ程度に何をそこまで。お言葉ですが、奴のひらめき、短気は人形ならぬものです。うつけと見くびっては足をすくわれかねません。それに俺はおじけづいてなどいない。次こそは俺の刃が勝ってみせます。よいぞ光秀、それでこそ美濃のマスラオよ。皆も来たる戦に備えて修練に励むがよい。要件は何？そうせくでない。機長、お前は織田に嫁げ。分かった。やれやれ、相変わらずすげない愛娘だの。務めを果たせよ、機長。